手越しって急復活、視聴率 13.5 大谷 VS ダル、視聴率 20.3。 元ニュースでミュージシャンの手越優也36が4年ぶりに番組復帰した。13日放送の日本テレビ系世界の果てまで行って9、日曜後 7.58 の平均世帯視聴率が 13.5% だったことが分かった。平均個人視聴率は 9.8%。 当局によると世帯個人ともに今年の同番組最高となった。 NHK 総合で12日に放送されたな。リーグ地区シリーズ、ドジャース、パドレス第5戦午前9時の平均世帯視聴率が 20.3% だったことが15日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は 11.3% だった。瞬間最高は 22.9% 午前11時27分だった。マジヤバすぎでしょ、どんだけ見てんねん。どっちも比べられないくらい熱かった。強すぎはロタ、日知りこれ超えるの不可能やろ。むしろ言ってキュート手越しがすごすぎる。これは比べられない、どっちもおもろかったよ。ちなみつ戦も 18.5%。 大谷いなかったら 1% とかやろ。地上波すらない。大谷翔平とかいうコンテンツ強すぎる。大谷 VS ダルビッシュってやっぱインパクトでかいよ。一般人からしたら近ってだれレベルやろけど、ダルビッシュの知名度は団地。大谷人気を MLB 人気と勘違いしてるメジャカスいるよな。去年あれだけ盛り上がったひしりで